よし。始まりました。大丈夫ですか？ありがとうございます。ポコチャの皆さん、今から YouTube ライブを始めたいと思います。あ、マサルさん、こんばんは。しょ。そうなんですよ。なのでね、本当に、ライブの、なんすかね。あ、これじゃ、譜面台をそこで使っちゃったっすね、これ。やばいな。よいしょ。ちょっと大変。バタバタと。まだ、なんかいろいろと用意が終わってなかったっす。よし。あ、パパさんもこんばんは。マサルさん。おい、ユータ？お、ユータも来てるのかな？コメントが表示されない。ポンさんこんばんは。ありがとうございます。今日は一人です。タカさんとツバメちゃんが応援に駆けつけてくれております。マサルさんこんばんは。あ、そうです。一人です。マサルさんこんばんは。アサミさんこんばんは。ありがとうございます。ツバメちゃんなんか好きな歌ある？なんか、ツバメちゃんが知っとる歌ってや。あ、パプリカ。ゆゆ白書。それもう。あれやな、お父さんに言わされてない。お、じゃあちょっとアニソンタイムのところでじゃあ悠々白書も歌いましょうかね。最近アニソンタイムがなかったですからね。最近ないね。そうなんですよ。なんかタカさんツバメちゃん番茶ですって。番茶ですって。よし。じゃあパプリカ。そう、そこね、ギリギリ映ってないね、まだね。バンチャー、あ、グッチョンさん、こっちにも来てくれてる。ありがとうございます。現場からです。ありがとうございます。今、左側にツバメちゃんがいます。座っております。じゃあ、ツバメちゃんのリクエストでパプリカ歌えるかな？じゃあちょっとパプリカ歌わせていただきます。皆さんありがとうございます。今日涼しいですね。全然。あ、そうですポコちゃんも配信してるんですよ。ポコちゃんもポコちゃん初路上ライブ、音声だけな感じですけどね。ポコちゃん画面越しになので、皆さんにはボックスを取っていただいてるという感じですね。よし、ちょっと両方見てるよ、ババさん。マジっすか。いいですよ、本当は。こっちにも、あ、グッチョンさんも両方いる。すごい。よし、ちょっと立ちますかね、今日はね。じゃあツバメちゃんもあれやったら、あ、立ったら全然見えんすね。全然見えない、これ。座るか。これぐらいかな。お、若干見える感じですね。見えますね。お、つまみちゃんも一瞬こうピッピッピッで通っても全然大丈夫よ。じゃあまずはパプリカ歌わせていただきます。あら、くるくる鳴ってるけど大丈夫ですかね、これ。あ、大丈夫かな。青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる。夏が来る、晴れが立つ、あなたに会いたい、見つけた
たに届け。ありがとう、つまみちゃん。冬に月は影に、おかげで泣いてたのは誰、一人一人慰めるように誰かが呼んでる。喜びを数えたらあなたでいっぱい、出る道を照らしたのは思い出の影防止。パプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまこう、ハレルヤ。夢を描いたなら心遊ばせあなたに届け。愛に行くよ並木を抜けて、歌を歌って手にはいっぱいの花を抱えて、ラルラリラ。愛に行くよ並木を抜けて、歌を歌って、ありがとうございます。いや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 。今日タカさんも歌うって。今日はお酒が入ってないですね。前回お酒入ってましたもんね。あ、梅子さんこんばんは。ポコチャ側でお姿映してくれませんか。あ、ポコチャ側。ポコチャ側でね、なんか頑張って映そうともしたんですけど、この、これが見えなくなるんですよね。この、なんて言うんでしょう。掲示板みたいな。掲示板じゃないですね。なんて言うんでしょうか。なのでね、ポコチャも配信されてますが、どちらに行けば、もう好きなような、好きなように。ポコチャでもね、どちらでももう全然大丈夫でございます。好きなようによろしくお願いします。よし、大丈夫やった、パプリカ。お、ありがとうございます。つまみちゃんに大丈夫いただきました。ありがとうございます。 OK です。ありがとうございます。梅子ね、番茶です。ありがとうございます。了解です。もう好きなところに。ポコちゃんの方は一応もうコメントボックス枠っていう感じでですね、させていただきたいと思いますのでね、ポコちゃんの皆様、よろしかったらね、ボックスだけでも持っていってください。で、コメントをして、コメント拾ってくれっていう人はね、ぜひとも YouTube の方にね、遊びに来ていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。現場いいな、ありがとうございます。それではね、バシバシと。あ、すごい、こっちにもいろんな方が来てくださってるんです。ではでは、じゃあ次はオリジナルを何か歌わせていただきたいと思います。YouTube は遅延があるので、音が遅れるのでミュートしてます。あ、了解です。
タカさんどこ見えないよ。タカさん今日はね、シラフ状態なんでね、あれですね、静かに。姿ぐらいはいいでしょう。あ、後ろに。若干ぼやけてますね。今日は帽子です。そして今日は僕が帽子じゃないっていうですね。猫姉ちゃん。ウメッキー、こんばんは。あ、どっか行った。すっとどっか行った。それでは、見えねえ。あ、見えねえ。グッチョンさんがこちらでいっぱい。こっちにこうやると、ポコちゃんも映りますね。ポコ、わ、グッチョンさんありがとうございます。知らないところでグッチョンさんがアイテムいっぱい使ってくれている。ありがとうございます。じゃあ、オリジナルの、最近じゃあ CD にしました歌の中から、なんか歌わせていただきましょうかね。そう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 、それそれ。そこにこう、じゃあ、ちょっと、これ、画面だけこうやってじゃあ、つばめちゃんこうやって、こうやって、これだよーって、あ、もうちょっと上かな、もうちょっと上、あ、そう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 、ありがとう、つばめちゃん。つばめちゃんがね、マネージャーしてくれてます。あ、そうか、こっち、あ、そうだ、こっちに映っちゃった。エルさん、こんばんは。じゃあ、CD の中のですね、タカさん何かありますか、リクエスト。CD の中から。お、ナウ、了解です。じゃあ、ナウを、皆さんでね。ポコちゃん映ってしまった。そう、そこなかなかあれですね。そっち側にもあるっていう。よしよし。やっぱ座ってやった方が、見えやすいですね。こっち側の。あ、ユータ、ユータナウです。ボックスいただいてから来ました。ありがとうございます。よいしょ。皆さんもね、ポコちゃんの方々もよかったらね、こちら側にもね、遊びに来ていただければと思いますよ、皆さん。まあ、もちろんね、ボックスだけ取っていただいて、また明日来ていただければとも思います。しょう。そうです、そうです。タカパパさん、タカさんがいます、タカさんが。私もダブル見よう。マジっすか、梅子さん。向こう側は、若干タカさんが時々映ったりしてますね。あっち側は。今、こう、チラ見状態。チラ見状態。お、サナサナさん、行ってみようかな、YouTube。サナサナさん、ぜひ、ちょっと若干今ポコちゃんを拾ってしまいましたね。ちょろっと見えた。それでは、PC の方が遅れてる感じだな。あ、マジですか。自分もダブルにしました。マジですか？ありがとうございます。そんなダブルで。じゃあね、皆様、CD の歌に、CD に入っております、Now というね、この、なんて言うんでしょう、SNS の時代、ネットの時代に、歌った、ネットの時代を歌った歌でございます。暗くなったっすね。ちょっと、つけましょうかね。よいしょ。多分時間ですね。あ、でも時間としても中途半端ですよね。これで、おぉ、五光が差したっすよ、これ。すごい。この、YouTube が、なんかこう、神のようになってる、こうね。そう、これでいきますか。すごくないですか、これ。すごい。すごいですよね、これね。いやー、パパさん、タカさんがね、ハッピーバースデー歌うって言ってたよ。タカさんがね、ハッピーバースデー歌うって言ってたよ。言ってねえ。眩しい。眩しい。よし。じゃあね、ちょっとここら辺。あ、ここら辺からこうすると、こっちも綺麗に映るかな。お。よし。あ、すごい。グッチョンさん、ポコちゃんの方で、こっちに誘導してくれてる。すごい、ありがたい。それではね、あ、そっか、今日、パパさん誕生日やな。そう、パパさん誕生日って。ですよね。そう、今日って言った。パパさんに何か送りましょうか？いらんですか？即興ソングでパパさんへ誕生日プレゼント。
その前に、ナウ。ありがとう、つばめちゃん。つばめちゃんがね、もうちょこちょこ手拍子してくれて、気持ちがいいですね。ありがとうございます。誕生日ナウ。おたおめ別に一人でも生きてゆけるし生きてやるってマジで思ってるけどいいねつくと安心感コメントくれる人愛してる嫌いなやつどうでもいいやつには関わらないし飛びる気もないけどちょこちょこ反応伺ってる欲しいものって何僕に優しくしてくれる僕を気にかけてくれるだからこっちもそうするしなるし与えるから与えられる素敵な言葉の反対側に今俺なう人生と迷い中なう君は楽しんでるなうランチ食べてるなうなうなうくだらない意味のないつぶやきなんかちょっと寂しくなるつぶやき眩しい笑顔の光で影ができる Now 気にくれ中 Now 愛探し中 Now 一緒にランチ食べる人募集中 Now 天の弱で寂しがりや人素直でいきませんか今日もどこかでつぶやき叫んでる Now 後で Now のところ高さに歌ってもらおう大丈夫っすよめちゃぶりしていきますよ今日時間があれば手を伸ばし確認電車の中はみんなにらめっこさ遠く離れた大切な人へ見知らぬあの人へ俺を見てくれ私可愛いでと主張する写真の文面にはグルメのレポが上がってるメインディッシュはどっち君にエールを送りたい君と仲良く喋りたいだけどこっちは潰してバイバイ一期一会のつながりの中届く身内か修行をしているな人生さまよい中な君は楽しんでるな乾杯してるようなうなうなうくだらない意味のないつぶやきなんかちょっと寂しくなるつぶやき固い絆が輪になり入れない Now 気にくれ中 Now 愛探し中 Now 一緒に酒飲む人募集中 Now ボケもツッコミも任せとけ慣れるまで気遣ってますよあなたをフォローして支えてるよおすごい YouTube をここじゃね ボタン一つで感情アウトプットする世の中さ下手にでしゃばれば何を書かれるか分かったもんじゃねえそれでも発信し続けた炎上の勇者に心が熱くなった Now 俺が俺でいれること Now 笑っていれること Now 君とつながってること Now 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 目では見えない電波の向こう側一緒に笑ってくれるといいな草も生えて花が咲き誇る NowNow Now 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 さあ、高さん Now Now コール言ってもらいましょうかつばめちゃんも一緒に歌う 3,2,1 はいあれ言わなかった Now じゃあもう一度高さん 1,2,3,4高さんはね、やっぱりちょっとお酒が入ってないとダメみたいですね
出ないですか？めっちゃ出てたんじゃないですか？ありがとうございます。高さん聞こえないよって。Now でした。ありがとうございました。歌ってないもん。またねで行こう。またねで。あ、またねね。またね。今日、多分1時間ぐらいで、1時間下に多分1回行ける。あ、星見に連れてから、ね、宿題の。お、宿題、うん、欲しい。一応ね、あそこに行ってみたら見えるかもしれない。どこに行くんですか？あ、ゆうとくんも。ゆうとくんもありがとう。深いところ。そのね、なんかね。違う。ナマズ？ナマズじゃなくて。ゆうとくん。深いとこ行って暗いとこ行かな。そうですよね、うん、月はないからですね。そう、ゆうとくん何かリクエストあったら言うてくださいね。歌えたら歌いますよ。ゆうとくん来てです。じゃあね、パパさん、こちらにもいるのかな、ポコちゃんにもいるのかな。今日はね、パパさんがドラゴンボール、了解です。ドラゴンボール、ドラゴンボールと悠々白書いきましょうかね。パパさんに誕生日プレゼント、即興ソング。あら、さなさなさん、かーよさん出てこない。あら、ですね、なんて入れたらいいんだろう。カーヨ路上ライブとかでね、出てくると思うんですけどね。パパさん落ちました。あらららら、パパさんいないのか。こっちにはいるのかな。どうなんだろう。悠々白書も聞きたいです。ありがとうございます。悠々白書はね、ツバメちゃんからのリクエスト。じゃあ、パパさんは、ちょっと落ちてるみたいなので、パパさんが戻ってきたら、サナサナさんポストにこれ見せようか。あ、パパさんいる。あ、パパいますね。ゆうとくん、こんばんは。パパさんに即興誕生日曲、それともパパさんのなんかリクエストを答える、どっちがいいでしょう。つばめちゃん、こんばんはって、エルメスさんが。こんばんは。あ、聞こえたかな、かわいい声が。こんばんはって。じゃあ、そうですね。ここちょっと文字判定するの？あ、どうなんですかね。わわわわわわ、やばいやばいやばい。すみませんね。マネージャーたちが2人もいる。おお。もうちょっと左にしたのかな。よいしょ。これはライブチャンネルです。で、あら。あ、そうですそうです。つばめちゃんもいるんですよ。来てくれております。ちょっと。あ、わかるかな、これで。いけるかな。即興でお願いします。了解です。あ、もうぜひともね、きちあ、僕のプロフィールのところからさなさなさんいけますよ。僕のプロフィールのところからいけますか。飛べるね。そうですそうです。飛べるよね。飛べます。かわいい声が聞こえたよって。すまめちゃん、じゃあね、聞こえなかったって。つばめちゃん、聞こえなかったっていう、梅子さんが聞こえなかった。こんばんは。こんばんは。あ、これは聞こえたでしょ。つばめちゃんもね、一緒に参戦ということで。じゃあ、弾き語りパパさんという方がですね、今日は誕生日ということで、即興で何かを歌いたいなと思います。つばめちゃん、こんばんは、かわいいって。じゃあバラードにしましょうか、それともアップテンポにしましょうか。つばめちゃんも風邪気味なのかな。風邪気味。こんばんは。パパさんに誕生日か、難しいな。でも娘、新速のつばめがいます。それでは本日誕生日の弾き語りパパさんへ即興で歌いたいと思います。今日は8月の18日
ぜひ梅子さんに来てほしい。8月18日の今日生まれ落ちた君へ、いつも笑顔をくれている、大切な君の誕生日、ハッピーバースデー、今日というこの日に生まれ落ちた君に贈る、力いっぱいのおめでとうを世界中から集めてくるよ。Happy birthday!いつもこうやって来年も再来年も言えたらいいな、 Happy Birthday、 来年もまた君の隣で言わせてね、これからもずっと一緒に楽しく遊ぼうぜ。ハッピーバースデー。ありがとうございます。8月18日という歌にしましょう。ありがとうございます。即興トークでございました。ありがとうございます。いや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 、もう。ありがとう。かおりさんも来てくれてる。ありがとうございます。こんな歌われたら泣く。もう、梅子さんのあのね、梅子さんバーのやつもね、もう、ぜひともね、音源をお渡し、素敵な歌声だね。ありがとうございます。本当にもうありがとうございます。こちらはこちらで。ハッピーバースデー、パパさん、こちらはこちらで。ありがとうございます。すごい。左も右も、若干ちょっとポコちゃんも拾いつつありますね。ちょっと YouTube に集中しないとですね。日曜日はもう YouTube でね、やるってこう。梅ミッキーでしかバースデー歌えない。全然普通に歌って絶対大丈夫でしょう。かよさん、皆さんありがとうございます。誕生日ありがとうございます。さあさあさあ、おつばめちゃんもパチパチって。さあさあさあ。あ、そういえば、梅子さんからリクエスト、ロマンティックをあげるよ、をね、言ってたんですけど、これは路上では厳しそうですよね。厳しい。女性、自分が歌うと、ロマンティックのクソもなさそうな気がするんですけど、歌ってくれますか？歌えますかね？めちゃ裏声でいきますね、じゃあ一回ね。おいでロマンティック、 歌えるかなこれ。すっごい気持ち悪い感じになるかもしれない。あえての元気でいきますね。じゃあね、キーを下げずに元気でいきます。高さに振るかも。あれ違うっすね。おいで、あれ合ってますっけ。おいでファンタジー、好きさ見捨てる君の若さ隠さないで、いけますね、多分ね。とりあえず歌ってみます。おいでファンタジー、好きさ見捨てる君の若さ隠さないで、不思議したくて冒険したくて、誰もみんなうずうずしてる、大人のふりして愛
諦めちゃう。奇跡の謎と解けないよ。ちょっとペース、ちょっと無理でしたね。すみません、ちょっと無理で。もっとワイルドに、もっとたくましく生きてごらん。ロマンティックわかるよ、ロマンティックわかるよ。本当の勇気見せてくれたら、ロマンティックわかるよ、ロマンティックわかるよ。ときめく胸にキラキラ光った夢をあげるよ。これちょっと無理でした。もっとワイルドにから急に言われる。そう。もっとワイルドって言われたんでね。これワイルドで言った方がいいかと。いや。言うたところでいいですね。なんでだ。ダンディズム上げるようになっとる。ダンディズム上げるようでね。これ、ちょっとキーが難しいですね。ロマンティック上げるよ。このキーですかね。どう？そこが一番高い。ロマンティック、ロマンティック上げるよ。あれ、まだ高いですよね、これね。ロマンティックを難しい。すいませんね。ほこちゃんのね、皆さんの、なんでしょう。コメントをね、見れてないんでね、何言われてるか怖いけど。いや、ちょっとね、かやさん、瞑想中。いや、かなり瞑想しましたね、これね。ちょっとね、大変でした、これ。いやー、でもね、楽しい。歌ってみるもんですね。めっちゃ面白かった、よかった。しかもおせん、ドラゴンボール。世界で一個釣りな秘密。探そうぜ、ドラゴンボール。世界で一個愉快な奇跡。この世はでかい宝島。よっさ、今こそアドベンチャー。胸ワクワクの愛がぎっしり、色とりどりの夢がどっかり、この世のどこかで光ってる。皆さんこんばんは。そいつ見つけに行こうぜ、ボーイ。妖怪変化もぶっ飛ばし、雲のマシンで今日も飛ぶのさ。レッツライフライフライ、摩訶不思議、空を駆け抜け山を越え、レッツライフライフライ大冒険、天気の飛びが始まるぜ。手に入れろ、ドラゴンボール。世界で一個手強いチャンス。追いかけろ、ドラゴンボール。世界で一個生かしたドラマ。この世はでかい宝島。挑戦、今こそアドベンチャー。体いっぱい勇気ぎっしり、富いっぱい笑顔にこり、悟空は無邪気な挑戦者。だけどパワーは半端じゃないぜ、じゃんけんパンチにコメハメハ、どんな敵でも叶いはしない。
大大大まか不思議虹のブリッジくぐり抜け Let's fly, 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 大冒険不思議な夢を見に行こう捕まえてドラゴンボール世界で一つやらならならならそう言ったけどドラゴンボール世界で一つりの秘密この世は絶対宝島さ今こそアドベンチャーありがとうございますイエーイありがとうございますコメントみたいにいっぱいあパチ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 ありがとうございますありがとうございますありがとうございます。リナさんが来てくれてます、ね。ありがとうございます。皆さんパチパチありがとうございます。悟空でリベンジ。いや、無理。わしは梅子さんのが一番好きな、まさるさん。久々に高橋優さんを歌ってもらえますけど、あ、了解です。エルメさん、高橋優さん、了解です。あさみんさんですね。人気がある。嬉しいです。あ、ママさん、ママさんも来てくれてる。こんばんは。ありがとうございます。ちょっと戻りますね。やっぱり悟空さでしょ。ゆうださん、次回に期待ですね。女じゃダメだ。やっぱり男の人が歌うのが一番や。いや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 、全然。今日は盛り上がってるので、またで大丈夫。ん？何のお話かな？なんか、何かを言うたのか？もうぜひ、もう一回言うてください。いや。あ、ゆうとくん、かっこいいドラゴンボール、ありがとうございます。よっしゃー。ママさん、バンチャバンチャバンチャ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。こちらでもね、あ、ナタデココさんという方が来ていただいて、ありがとうございます。あ、ポンちゃんさん、こちらに来てる。ありがとうございます。いろんなところにね、ありがとうございます、ほんと。ああ。よか、今度言う。なんだろう。ああ、暑い。じゃあ今度は、悠々白書。すがめちゃんのリクエストにお答えさせていただきて、いただきてて。ポコちゃん行ってきます。あ、ちかぶさん。ポコちゃんの方にありがとうございます。たかさんの次は私も現場行きたいです。もう、ママさん来てくださいよ、もう。パパさん置いてきてください、もうね。かよさんめっちゃうまいです。マジですか、ゆうとくん。ゆうとくん嬉しい、もう。そんな。そんな、もう、いや、嬉しい。次とゆうさん一緒に行きましょう。あ、そうです、そうです。もう一緒に来てくださいよ。悠々白書です。悠々白書は知っておりますか？プロですか？いやいやいや、何をおっしゃいますか？プロだったらね、こんなにもう12連勤もね、仕事してないですよ、多分。今日でやっとね、12連勤が終わりました、仕事。1日はね、でも若干、まあ、短いシフトではあったんですけどね、やっぱり休んでないっていうのは、なんか精神的にね、今回ちょっと参りましたね、いろいろね。いやー、よかったです、本当に。お疲れ様です。いや、ありがとうございます。次と言わず一緒に、そうですよ、一緒に、もう。もうぜひね、ゆうとくんともね、一緒にね、今度ね、ぜひとも歌ってみたい。12連休お疲れ様でした。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。明日もね、またいろいろ用事があるんですよね。火曜日は今のところ用事がないので、火曜日こそは休みたいなと。でも火曜日は、今度は歌謡祭の動画の編集があるんですよね。歌謡祭ね。そうなんですよ。まだ曲も撮ってないっていうですね、本当に。さあ、じゃあ、微笑みの爆弾。恥ずかしがり屋さんですので、マジですか？恥ずかしがり屋さんであんなにゲームの中で話せたら、でも、最高だと思いますよ。全然話せてるし。かやさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー、疲れましたね。疲れたとかね、あんまりね、こういうことは言いたくないんですけどね、今回は疲れました。精神的にもね、なんでしょう、肉体的にも。はい。メーテルさん、こんばんは、ありがとうございます。頑張りすぎですよ。
いや本当にね、もうどっかでねがっつり休みたかったんですけどね、本当にもうそのまま行っちゃった感じですね本当。本当心配になります。もうごめんなさい本当にね。もうあもう方法ね、こういうお盆とか正月とかじゃない限りね、連勤ってあんまりないと思うんでね本当。さあこれ歌えるかな、キーはどこだったかな。今日はお元気ですね。そうです、もうね仕事終わったんでね、もうね、すべての体力をね、ここで放出するような感じです、ほんと。皆さんこんばんは、とウェーテルさん、ありがとうございます。じゃあね、今度は微笑みの爆弾、つばめちゃんからのリクエストにお答えさせていただいて、悠々白書。つばめちゃんもね、つばめちゃん歌っていいよ。いや、歌わない？歌わない？いいよ、声だけちゃんと。うん、全然。お父さん歌わんと。お父さん、パパパパ、たかさん、ゆい白書やん、ゆい白書ですよ。ぜひぜひ皆さんね、ゆい白書も盛り上がっていってください。では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 、じゃあこれなんか時々こう非表示とかになるんですよね、なんだろうこれ。錬金は精神衛生上無理です。よくツバメちゃんがこの曲知ってるの、あのもうお父さんの影響でしょうね、このこれは。ゆうとくんは知ってるのかな、悠々白書は。おえみの爆弾、そうパパさん一緒に歌うとこっちで、おお了解です、ありがとうございます。めっちゃ知ってます。お結構知ってるっすよね、悠々白書って。だって結構前でしょ、ドラゴンボールとかはまだ今も合ってるからですね。悠々白書まだだって大好きですよ。大時代だもん。ああ、そうっすよね。四角い画面の時。ですよね。懐かしいっすね、これ。デジタルじゃん。デジタルですよね。あ、一緒に見直した。そういう人たちですよね、多分こう、あの子供が知ってるっていうのは。じゃあね、あ、こちらでもね、あ、肉さんとか来てくれてる。ありがとうございます。すごい、ポコちゃんの方、ポコちゃんの方で、いろいろ宣伝してくれてる。誘惑は小学校時代？誘惑、誘惑は小学校ですね、僕は。小学校でしたね。小学校だったような気がしますね。うん、小学校だった気がします。なんか、レーガーンとか言って、なんか石を投げたりしてましたね。ボンボンみたいな。あ、U-NEXT。そうですね、U-NEXT いいですよね、あれね。100% 中の 100%。了解。トグロでいきたいと思います。うおっ。それではね、100% 中の 100% でいくとね、弦切れるかもしれないけど。石、そう、こう、あの、霊眼みたいな感じで、ピョンってね。ハマってアニメグッズ、買い漁ってました。ああ、皆さん、ちなみに、誰が好きですか、誘惑。もう僕はね、断然、ジンが大好きです。ヒエイ。ヒエイもね、ヒエイは2位に好きですね。クラマ、女の子。女の子人気ありますよね、クラマは。ヨーコの方じゃなくて普通のクラマ、ヨーコの方がかっこいいですね。いやでもやっぱり女の子のあれなんじゃないですか。うちの嫁はクラマが大好きです。あのヨーコの方の、ヨーコの方のクラマが大好きですね。でもヒエが一番好きって言ってたかな。あ、クラマ今はヒエ。ユキナさん、ユキナさんは可愛いですね。自分はねボタンが一番好きですけどね、女の子の中じゃん。あの中言葉のね、あ、そうそうそう。しかもあの、幽霊の服の、幽霊というかあの服のボタンが大好きですね。あの服がいいですね。着物っぽいやつ。そうです。着物っぽいボタンちゃん大好きです。ボタンいいね、いいですよね。お疲れだです。100% 中の 3%。3% で、ね、時となだらふな。いきなりもう。待ちのか、よし。よし、では、ハギリって誰でしたっけ？ユータがまた、すごいとこついてきたな。ハギリって誰ですっけ？ハギリ。トグロ兄が好きですって、パパさん。これちょっと人格疑われません？トグロ兄が好きって。トグロ兄は、
最後悲惨なやられ方したよね。そうっすね。だからもう死んでないですもんね、まあ、永遠の死みたいな。パパさんトグロ兄が好きってあんまり言わん方がいいやないかうちの嫁が大嫌いですね、トグロ兄が。結構好き。マジですか。兄ですよ、弟じゃなくて。マジですか、メーテルさん。兄嫌いですね、僕もね。僕もパパさんかな。パパさんかな。兄か。いやいや兄だね。マジですか。弟、潜水艦のスナイパー。あ、スナイパー、初めの一歩でいう宮田くんみたいなやつやね。こういう初めの一歩があるから、後ろに映ってるの。あ、そうですそうです、後ろに映ってるの。そうです、みんな言う。サーク好き、本当ですね。いいんじゃないで、あのクソっぷりが。マジっすか、すごい。ちょっとこれ話しすぎましたね。ちょっとね、歌いましょうか。お風呂上がりです。かよさん、皆様こんばんは。ありがとうございます。みさきさん、みさきさん、みさきさんはケンさんのところで挨拶させていただいて、すごいこちらにも来ていただいてありがとうございます。初見ですね。こんな感じで歌わせていただいております。こんな感じでまだ歌ってないですけどね誘惑の話で盛り上がってましたけど、そうそう、宮田くんですよね、ですよね。みさきさんこんばんは、こんばんは。みさきさんありがとうございます、来ていただいて嬉しいです。はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。よし、ではね、ちょっともうポコちゃんの方とか全く拾ってないから早く歌えよっていう話ですよね、これね。それでは、それでは、ダメだここじゃ、ダメだここじゃ。お風呂上がりエロいな、ダメちゃった。これに繋がるっすね。それじゃあね、ちょっとね、つばめちゃんね、早く歌えよってね、つばめちゃんね、ごめんね、ごめんね。言うていいのよ。早く歌ってってね。ごめんなさい、歌いますね。つばめちゃんに怒られちゃいましたね。歌いましょう。よーし。それでは、それでは、ゆうたさんもこんばんは。それでは、聴いてください。あ、かりんちゃん、かりんちゃん、こんばんは。ありがとうございます。まあ、街の人混み方がぶつかって一人ぼっち、果てない草原風がビュンビュンと一人ぼっち、どちらの泣きたくなる場所は二つ丸をつけてちょっぴり大人さ、めちゃめちゃ苦しい時だって不意になぜか打ち壊す勇気とパワー湧いてくるのは、めちゃめちゃ人たちが海に見せた優しさのせいだったりするんだろうね。ありがとうございます。皆さん盛り上がってくれてますね。ありがとうございます。ありがとうございますまで仲よろしくとできたけだったろう、今まで何回だよな、さとないで別れただろう、どちらろう比べておい場所は中にイコール聞いてちょっぴり大人さ、めちゃめちゃ楽
世界乗り越える勇気とさは湧いてくるのはめちゃめちゃ優しい人たちが海に見せた厳しさのせいだったりするんだろうね。皆さんご一緒にありがとうございます。みさきさん、カラス男前のやついきましたね。カラスの上級系よかったですね。そうそうそう、それを外したらちょっと強いみたいな。ありがとうございます。カラス、おーそう、おーそうってね、ちょっとイケメンですもんね、これね。クラマと戦えば。めちゃ苦しい時だって不意になぜか打ち壊す勇気とパワー湧いてくるのはめちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするだろうね。めちゃめちゃ楽しい時だって忘れないよ。いつまでも勇気とかはなくさないよ。めちゃめちゃ一人ぼっちの人にあげる唇の裏側に隠してあるね。微笑みのバケット。ありがとうございます。今レイガーンってね。そうですよね、レイが言おうか迷ったんですけど、これだけにしちゃったらどうしようかなって。言えばよかった。いやー、レイガーン、前回の若彼氏頃もめっちゃ可愛くて好きでさ、確かにあれも可愛いですね。あのままトグロと付き合っちゃえばよかったのに、本当に。もうここではタカパパだ。そうですよ、お父さんです、お父さん。パチパチ、皆さんありがとうございます。結構ね、皆さん本当なんですか、知ってますね。本当限界師範もいいですね。いいですよね。ショットガン、レイコーダンとね、ショットガンのね、なんか区別があんまりつかんのですけどね、なんかね、同じような気もしますけどね。いやー、でもジンかっこよくないですか、ジン。ジンが一番大好きなんですけど、かっこよく、なんかあの明るい感じと、風使いのジンですね。シュラ、接風剣みたいな、なんかそんなやつですよ。パチパチ、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。腕をぐるぐるするやつね。ぐるぐるね。そうです、そうです、そうです。こうやってわーみたいな。ジン、え、嘘、ジン知らん。あ、知らん。パパさん、レーガーンです。カヨさんっぽい。あ、ジンですか。ありがとうございます。いや、それは嬉しい。水拳使うキャラって誰だ。チューです、チューです。チュウとかね、ジンとかが後で魔界でね、あれしましたよね。ショットガンは銃です。タカさん、はい、また遊べたらいいです。あ、カリンちゃん、ありがとうございます。あ、すごい、こちらはこちらで、いろいろ盛り上がってくれている。ありがとうございます。すごい、すごい、こちらはこちらで。ありがとうございます、本当ね。いやー、さあさあさあ、もう少しで10時なのでですね、もうあとそうですね、またね、歌って、今日は終わりにしましょうかね。なるべくね、早く今日は寝ようと思います。あ、本ちゃんさん、こちらにもありがとうございます。ポコちゃんの方にもね、来ていただいてありがとうございます。本ちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。じゃあまたねを歌って今日はちょっと終わりにしようと思います。つばめちゃん踊らんの？
踊ってよ踊ってよ。ショットガンもなかったかな。あるある、パパさんショットガンある。ショットガンショットガンありますよね。 ありますね。ショットガンと霊光弾と霊ガンと、実は3個3つしかないですか。そんなもんじゃない。ユースケの技って、ポコちゃんってカヨさんの方、あ、そうですそうです、香織さん、あのポコちゃんもやってるんですよ実は。よかったらね、ポコちゃんの方も覗いとってください。まあ覗いてもあの別アングルってだけなんですけどね。ありましたね、忘れてました。ショットガンと霊光弾が、霊光弾の方が若干強いんですよね確か。あ、いた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 、座りっぱなしは痛い。よし、それではね、じゃあ今度ちょっとポコちゃんの方でもね、ポコちゃんの方も若干ちょっとポコちゃん動かしましょうか。じゃあよいしょ、ポコちゃんの方でもちょっと皆さんに見えるように。あ、皆さんありがとうございます。ただいま路上ライブ中で最後の1曲になります。オリジナルの曲またね終わらせていただきたいと思います。皆さんありがとうございます。よいしょ、あ、マミさんこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは、あ、かおりさんも、あ、梅子さんもこちらにも来ていただいてる。あ、ゆうたもいる、すごい、本当に両方でコメントしてくれてる、ありがとう。え、踊らんの、つめちゃん。え、カメラじゃないところで、カメラじゃない、そこら辺で踊ってよ。え、踊ってよ踊ってよ、せっかくね、つばめちゃん、つばめちゃんがねダンスを考えてくれたんですよ。ではですね皆さん、オリジナルの曲、またねをずっとダブル見てます、ありがとうございます。すごいですね、このダブルの感じ、ダブルの感じいいですね、左と右に、これいいねですね。今度からちょっと今日なぜ2つしたかというとですね、ギガ余ってるんですよ。で20日が更新なので、あのもう使っちゃえっていう感じで2つやっております。いつもはこんな無駄遣いできないですけどね。それでは皆さん、またねを歌っていきたいと思います。タカさん一緒に歌ってくださいね。了解。さよならじゃない、またね。さよならじゃない、またね。皆さんまたねコール、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう、ごめんね、この言葉あなたに伝えたい心から、寂しさが屈してニコニコ笑いながら、たくさんいらないこの言葉、心で伝わる愛言葉、思い出が幸せ奏でる、大好きだよ離れたくないよ、だから僕はお別れはしない、ご一緒にさよならじゃない、はい、またね、さよならじゃない、またね、僕らこうして出会えたんだから、ずっとぎゅっと手をつないでいける、また会おう。こちらのね、またねコールは新速一家がね、またねコールしてくれております。ちゃんも言うてくれましたよ、ね、君の中に僕がいて、僕の中に君がいる、だから僕はお別れはしない、さよならじゃない、またね、
またどこかで会おうね。僕らとして出会えたんだから、ぐっとぎゅっと手をつないでゆける。さよならじゃない、また一緒に笑おうね。これからもたくさん作ってゆこう、もっともっと楽しい思い出を。それでは皆さん一緒にまたね、コールよろしくお願いいたします。姉さん来てくれてるのかな。さよならじゃない、またね。さよならじゃない、またね。スバメちゃんの声も聞こえてるかな。さよならじゃない、またね。さよならじゃない、またね。聞こえましたか。心底の高いか、またね。じゃあ逆にさよならじゃないの方、バン、はい。さよならじゃない、またね。さよならじゃない、またね。皆さんありがとうございます。かわいいって、ありがとうございます。それではね、ラストラスト、もう一回もう一回またレコードを歌わせていただいて、本日の路上ライブ配信は終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。さよならじゃない、またね。さよならじゃない、またね。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。オリジナル曲またねでございました。あ、熱い熱い。これが終わるとね、くたっと疲れも来ちゃうっすけど、いやー、タカさんおった。ありがとうございます。皆さん楽しかった。あっという間でした。あ、よかったです。ありがとうございます。ケンさん来てくれてる。ケンさん、ケンさん、よいしょ。神曲またねだけでも間に合ってよかった。ケンさんありがとうございます。カエサゼーハ、いやーね、この路上ライブの麻薬みたいな感じですね。終わると結構クタッとくるというね。いやいやいや、皆さんありがとうございました。ポコちゃんの皆さんもね、ありがとうございました。これからね、こんな感じでちょっとポコちゃんもね、配信もしつつ、こっちもしつつっていう感じでね、やっていきたいなと思います。水分補給しっかりしてくださいね。ありがとうございます。本当ですよね。本当です。本当にありがとうございます。よし、それでは、僕もね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ロジャーライブ良かったです。良かったです。ポコちゃんでしかね、見てない方とかもね、いらっしゃったので、ね、今日は見れてよかった、配信できてよかったかなと思います。かやさん早く寝てくださいね。そうっすね、寝ますね。今日こそは寝ます。12連休お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。今日はゆっくり休んでください。ありがとうございます。熱中症怖いですもんね。かやさんお疲れ様、ありがとう。いえ、こちらこそありがとうございます。もうちょっと前に入ってればよかった。あ、ひさちゃんさんありがとうございます。でも奥様とラブラブは大事です。ありがとうございます。そうですよ、ラブラブも大事です。また楽しみにしてますよ。しっかり休んでください。元気な姿を見せてください。ありがとうございます。皆さんお疲れ様。ほほほほ、本当ですよ。ボックスの方はですね、もうちょっとつけておきますんで、全然ゆっくり撮ってください。おっとっとっと、ゆうた、ありがとう。お疲れ様。ありがとう。それでは、とりあえずでは、YouTube の方は、これにて、
終わりにしたいと思います。ポコちゃんの方はもうちょっとつけときますんで、ボックスだけ取ってってください。あ、美咲さん本当ありがとうございます。初参戦よかったです。来ていただいて、もうぜひともね、これからもよろしくお願いいたします。いつもね、あの挨拶だけしかできてなくって、なのに来ていただいて嬉しいです。ありがとうございました。まさるさんまたね。ポンさん、たかさん、つばめちゃんお疲れ様でした。あ、ゆうとくん、ゆうとくんありがとう。またあのアニメのね、いろいろドラゴンボールとかロマンティックをあげるようね、もう少しうまく歌えるように、歌えるようにね、もう少しちゃんとあの練習しときますんでね、ほんとね。かやさん、たかさん、つばめちゃんお疲れ様です。夏の夜空楽しんで、たかさん絶対行くよん。ありがとうございます。ロマンティックあげる裏声でダンディ声はダメですね、裏声でロマンティックあげるよの方はダメですから。あ、でもいいかも、最初からだ。あ、そうですよね、一番最初からそういうのが好きな人もいるかもしれないですよね。そういう音だという。 ロマンティックあげるよ、ダンディズムあげるよ。ダンディズムあげるよ。かりんちゃんありがとうございます。かりんちゃんありがとうございます。ダンディズムあげるよ。やめて、今度からこの声で打っていきましょうか。あ、それでいい。これでちょっと低い低音の低音の低音のこうキャラでやっていきましょうか。そういうの。まったねー。まったねー。普通の嫌だ嫌だ。こちらはブルマのイメージが、こちらもひさちゃんさんありですね。ブルマのイメージがね、全然ダンディーな感じになって。本当に申し訳ないけど、面白いから時々やっていこうと思います、これ。ダブル配信よね、なんか。そうですね、ダブル。責任帳なんか。そうですよね。ダブル配信いいですよね。あと、本当にこちらもいろいろ使っていただいて、本当に。でも、雨が降って自宅配信とかなった時もね。そうですね。これでいけるよね。こっちとこっちで。期待しときます。とりあえず、あの、ダンディで全部歌えるように練習しますね。その後、裏声で歌えるように練習します。つばめちゃん、結構大きい？何歳ですっけ？4年生。4年生。10歳です。ありがとうございます。じゃあ、とりあえず、まずは YouTube を、喉壊しそう。確かに、あの、このまま歌うだ、喋るだけだったらいいんですけどね。あの、でも意外に高音よりは喉を壊さないかもしれない。大声は出す。ダンディだぜ。つかもうぜ、ドラゴンボール、世界で一頭、ぬれぬるるる。探そうぜ、ドラゴンボール、みたいなね。やめとこう。背も大きそう。ありがとうございます。ちょうどというか、あの、あれが、電池があと 8% になりました。ちょうどいい感じですね。お、同い年だって。長女さんと。お、やばい、出てきた、あと 7%。それでは皆さん、まずは YouTube、これにて終わりたいと思います。ダンディズ、高さんとさらにダンディズもあげるよ。それでも面白いかも。ドラゴンボール、ドラゴンボール。それでは、じゃあ、YouTube に来ていただいた皆様ありがとうございました。また来てください。来週も頑張って配信いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。ありがとうございます。ちょうど。